ラムは、かつて F1 に出走していた、チーム及びコンストラクターである。1976年から1977年と1980年から1982年は、チームとして、1983年から1985年までは、コンストラクターとして参戦。1976年に、ブラバムから BT44 バイトを購入。 スペイン GP から参戦開始。1977年にはシャーシをマーチ761にスイッチしたが、感想は少なく、予選落ちが多かった。この年をもって、一旦 F1 から撤退する。1980年に、ウィリアムズ FW07、FW07B を購入し、イギリス GP から復帰したが、感想を4度記録するモノーポイントとなる。 1981年から、マーチが F1 に復帰する形でマーチ811を使用。811は FW07 と告示していた。しかしこのシーズンも、制裁を書き、デレック・デイリーが、イギリス GP で記録した7位が、最高位となった。1982年型のシャーシであるマーチ821は、811から、 エイドリアン・レイナードによって大幅な改良が加えられ、ロスマンズを新たにメインスポンサーとして迎えたが、結局このシーズンもノーポイントに終わり、ロスマンズはシーズン終了とともにスポンサーから撤退してしまった。1983年からマーチに代わってコンストラクター名もラムとして参戦。この年のマシンであるラムレイ1は別名マーチ831と呼ばれる。 マーチが設計したものを引き継いだからである。1982年いっぱいで撤退したロスマンズの代わりとなる大型スポンサーを見つけることができず、複数の小スポンサーと契約をせざるを得なかった。カナダ GP ではジャックビルヌーブ SR がスポット参戦。しかし結果は予選落ちだった。この年完走したのは開幕戦と最終戦のみでそれ以外は、 リタイア1回と予選落ち12回という結果に終わった。1985年ドイツ GP でマンフレッド・ビンケルホックがドライブするラムレーさん1984年から1985年は大型スポンサーとしてアメリカのタバコ会社スコール・バンディットを獲得。車体は濃い緑色となった。1984年は開幕2戦を フィリップ・アリオが02で、ジョナサン・パーマーが01で、出走、第3戦から両ドライバーが02で出走した。この年からエンジンを、フォード・コスワース・ DFV エンジンから、ハート・ジカ4ターボに変更した。この年参戦した、ドライバー3人合わせて19回ものリタイアを喫した。1985年も前年の体制を継続し、開幕戦から、 新型マシンラム A3 を投入したが、この年も参戦した、ドライバー3人合わせて19回ものリタイアとなり、結局ノーポイントに終わる。1986年は、ドライバーは、マイクサックウェル、マシンは、全面型のラム A3 の改良版を使用して参戦継続を企画していたが、資金的な目処がつかなかったため継続を断念。チームは解散した。 車体になっているドライバーは、スポット参戦など、ありがとうございます。